結構昔からね、地球のオゾン層、紫外線をね、防いでくれてる、オゾン層ね、これが破壊されて、大変だと言われてるんだけども、まあ、フロンガス、これがすごく有名なんだけども、フロンガスよりも、破壊しているっていうものが、一酸化窒素、亜酸化窒素っていうもの、同じものね、N2O で亜酸化窒素っていうものなんだけど、まあ、これねちょっとめんどくさいんで調べました。で、この、まあ、小気ガスって呼ばれてるんだって、俗称、廃車の鎮静目的で使われたりすると、吸入すると笑ったような顔になるから小気ガス、笑う気体のガスって書いて小気ガスっていうんだけども、この N2O 亜酸化窒素が紫外線と反応すると、ニトロソラジカルっていうのが生じて、これがなんかさ、オゾン分子を破壊するって言われてるんだって。この N2O こそオゾン層破壊のガスであると言われてるのね。で、これ実は俺みたいな農家、っていうのはすごく身近なものから発生するものなのね。それが何かっていうと、実は肥料の中に入っている窒素なんだ。この窒素っていうものが、土壌にいっぱい入れるじゃん。いっぱい入れるとね、あの過剰なものはやっぱ薄めるんだよ。地下水流したり大気に出したり、でその一過程でおいて土壌の中で、気体化させるのね。 N 土に入れた N が酸素と結びついて亜酸化窒素になって、大気を上っていってオゾンのところまで行って、これがオゾン層を破壊しているっていう。で、これを発見したのが実は日本人なのね。まあ、3人いる学者のうちの1人が日本人で、まあ、俺その人が校長を務める学校で俺を教えてもらったんで、まあ、よく話を聞いて教えてもらってるんですけど、まあ、これがね、地球のオゾン層を破壊していると。で、さらにこの亜酸化窒素、温室効果でよく言われるのが CO2 だね、二酸化炭素。二酸化炭素の100から300倍の温室効果を持ってるって言われてるのね。っていうことはだ、農業っていうのはすごく環境を破壊してるので、しかもね、ちょうどいい量の肥料を今投入してるわけじゃないのね。大量にね、大きいものをたくさん作りたいから過剰に入れてるのね。だいたい過剰に入れてます。だから過剰で余って必要のない分はだいたい地下水流れるか、上に行って、オゾン層破壊してます。そして地球を温めてます。だから化石燃料とかそういうので出る二酸化炭素の問題も当然大事なんだけども、こういう肥料の話、これはね、どんどん広めていかなきゃいけないことだと思う。でもこの研究っていうのは30年いや40年かなぐらい前に、その、まあ、南先生、太陽の陽って書いて南先生っていう偉い学者さんがね、あれ見つけたんだけど、俺の校長先生ねだけどずっと、まあ、世間にはなかなか出てこなくて、最近ようやっとね、あの新書物とか本とかに取り上げられて、ネットでもう見るようになってきた。それなぜかって言ったらさ、肥料を作ったりしてる会社ってのがさ、売れなくなるじゃない、そんな事実が広まるとね、困るんだよ。そして農協もね、農協ってのは農作物を売って儲けてるだけじゃなくて、その肥料とか農薬とかを農家に卸したりして儲けてるのもあるのね。ってなると、またそのメーカーとの取引もある。で、そのと、なんだ、社会的なね、いざこざじゃねえな、まあいろいろな、なんだ、付き合いがあってそういうのは出したくないと、ね、その一つの例として鉄腕ダッシュでね、出張ダッシュ村っていうものがあるんだけども、それで有機農家とか自然農法とかの農家さんいっぱい出てるの俺は知ってます。あ、この人、あの人だとかね、あれ、この人の畑映ってるけれども、なんか雰囲気が普通の畑じゃないな、なんか有機っぽいなって。で調べるのね、携帯でね、テレビを見ながら、あ、やっぱり有機の畑だ、あ、無農薬なんだ。だけども鉄腕ダッシュでは一切無農薬とか有機とか自然農法とか言わないんですよ。一番の特徴だよ、その農家さんで言えば、無農薬だとかさ、化学肥料使ってません、有機栽培ですって
一番乗りなのに喋らないって。なぜかって言ったら農協がスポンサーになってるから。まあこれはね俺の推測だけど、っていうようないろんなつながりがあってさ、隠されてるんだよね。都合悪いんだよいろんなさ、あのやっぱ皆さんのね食卓をね安定させるためにはやっぱり肥料とか農薬ってのはあった方がいいんだよ。あると誰でもいっぱい作れるから、それ安定して出せるし、それも政治的にも、まあ、流通的にもスーパー的にも消費者の皆さん的にも都合がいい。そしてそういう情報が出ないと農家農協も儲かるし楽だしっていうようなつながりがね、そういう構造ができちゃってるんだよ。だけども事実としてスーパーに並んでる普通の野菜を作ってる農家さん、そういう肥料を作ってるメーカーさんっていうのは地球を破壊していると、特にオゾン層で温めてるっていうのの一翼をね担ってる、なんかね担って一翼を担うっていうとなんかいいみたいな、まあ、責任を負ってるっていうか、まあ、原因になってるという話ねで言うと化学肥料が悪いかっていうと俺はそうじゃないと思うんだ。牛糞堆肥になってトン糞堆肥とか、鶏糞とか、あとはね、窒素がいっぱい入ってるって言ったら菜種油かすとか、そういうものの中の窒素だって当然ね反応して酸素と結びついて壊してるはず。だからこの問題をどう解決するかっていうと、適切な施肥量、肥料の量をしっかり計算して入れる、多すぎる量を入れるから問題になるのね。だけどそれって本当はつかめないんだよね。ってなると他の方法で適正な窒素量になるような仕組み作りをね、畑の中で俺らがどのくらい入れるか計算して考えて弾き出して、この10キロ窒素は10キロだって出して入れるんじゃないんだよ。畑の中で必要最低限の分が発生するような畑を作る、仕組みを作る、これが大事、これが自然農法、有機農法の真髄なのよ。本当に大事なところ。足りないものを化学肥料やめたから、じゃあ牛糞堆肥入れましょうとか、鶏糞入れましょう、菜種油かす入れましょう、そういうもの、ね、問題じゃないのね。土自体がそういう窒素を発生させるような環境を作ってあげる。これはすごく難しい話なんで、いっぱいいろんな動画を出して話していくけども、こういう仕組みを作っていかなきゃこの地球環境っていうものをなんとかで正すことはまあ無理ですね。そして今すごく自然環境ね、オーストラリアが大きい火事になったりとか、日本では大雨が降って流れたり、去年の青森はね、雨が降んなくてさ、もう取れなかったっていうような極端なね気候になってきてるんで、もう本当に秒読み段階だと思う。こんなに早く進むと思わなかったんで、もしねやばいなと思ったら食料関係の方も変えていかなきゃいけない。ただ単に経済の問題で、グレタさんが叫ぶのも大事なんだけども、経済の問題だけじゃなくて、工業とかそういう問題だけじゃなくて農業も正していかなきゃいけない。そしてこの情報はどんどん出していかなきゃいけないと、ね、でもし畑やってる人がいたら少し肥料を使う量っていうのを考え直してみてほしいなって思います。で、まあ、またねこういう情報ちょこっとずつだけを出していくんで、少しでもどうにかしなきゃって思ったら何か行動してください。俺もやってるんで、みんなでやっていかないともうどうにもならないです。こんだけ人間増えてしまってるんで、人間が生きられるかどうかの瀬戸際っていうか、本当にそういうところに来てるんで、もう俺とするともうグレタさんはねもう分かれ道に来てますって言うけど、俺はもう破滅の方に行ってると思うけれども、だから諦めもあるけれども、やっぱ最後までもがきたいなと俺は思ってるんで、まあなんとかねやっていきたいと思います。よろしくお願いします、みんなで。